は、はい、今回の動画では熱い当たりのストローク、やっぱりストロークを気持ちよく打ちたい、推進力のあるピョンと糸を引くようなボールを打ちたい、そういう方が多くいらっしゃると思います。まあ、今回はそうやって少し当たりの熱いストローク、そのヒントになればいいなと思って今回動画を撮らせていただいてます。まずポイントの一つ目です。ポイントの一つ目はラケットの先端ですね。ラケットヘッドを落としすぎない。落としてしまうとやっぱりスピンが多く回転かかりすぎちゃうんで、なるべくヘッドを落とさないで後ろから当てていってあげると。そこからあとは打球方向へのスイング、まあ、そこが大事なポイントになります。まあ、2つ目はですね、力をなく最初抜いておくってことですね。最初こう力を抜いてリラックスしておくことによって振り抜きが早くこうなります。で、3つ目はですね、力を抜くんですけど、力を抜いた時にどこを意識しておけばいいかっていうと、まあ、ある程度半身の状態を作ったら後ろの足がこう軸になるんで、後ろの足をしっかり意識して、後ろの足でしっかり地面を押さえて、そこから力をこう出していくと。こう地面を押さえて足を蹴ってかかとが上がる、膝が前に出る、腰が前に出るという感じで下半身主導にすることによって当たりがこう熱くなるんで、手打ちじゃなくてしっかり足腰からのパワーがボールに伝わります。で、今回はそのスイングもなるべくヘッド落とさないということなんですけど、後ろから前、そのイメージを掴んでいただくためにですね、今回はちょっと棒を準備しました。今カメラに映ってますか、こちらの棒ですね。これは製作費220円です。これをですね、今回はちょっと分かりやすいようにちょっとボールつけてみました。で、イメージはこれでボールが飛んできたら、この後ろにセットして後ろからこう当ててグッとちょっとこのゾーン前にグーってこうやって押していきます。これが大事ですね。すぐこう上げちゃうと良くないです。こうやってカシャカシャ、なるべくこのまま後ろ、ボールの後ろを取ったら当ててグーってちょっと押すような感じにすると当たりが熱くなります。あんまりこうやって擦りすぎちゃうと良くないんで、まあ、その辺をちょっとヒントにしてみようかと思います。この後実際に打ってみます。はい、ポイントの一つ目で言いましたが、まあ、ヘッドを、ね、下げすぎずに後ろから少し前、まあ、ここの、ね、意識をちょっと持っていただくことと、まあ、最初は力をこう抜いておいて足ですね、後ろの軸足をうまく蹴ることによって足からの力を使ってボールを、ね、飛ばしてみましょう。ご視聴ありがとうございました。